皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。シュラミちゃん、キャプチャーボードって知ってる？え、そんなの当然じゃない。あれでしょ、海の上でやるやつ。それはサーフボード。え、じゃあ雪の上でやるやつ。それはスノーボード。え、あ、オリンピックで盛り上がったやつ。それはスケートボード。シュラミちゃん、ボードしか合ってないじゃん。え、いや、今日はこのぐらいで見逃してやる。次までに首を洗って待っていなさい。さらばだ。え、いや、ちょっと。ということで今回は、こちらのキャプチャーボードを、ハードオフのジャンクで購入してきたので、ご紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もご検討よろしくお願いいたします。まずこちらのキャプチャーボードについてなんですが、こちらは、IO データの GVHDREC というキャプチャーボードになります。このキャプチャーボードなんですが、結構有名な YouTuber さんも使用しているキャプチャーボードなんですよね。で、キャプチャーボードって何なのよ？あ、シュラミちゃん戻ってきた。キャプチャーボードっていうのは、簡単に言うと、テレビゲーム機の映像、音声をパソコンに出すための機器になります。え、ゲーム機の映像をパソコンに？ですです。でもあんたテレビゲームしないじゃん。まあそうなんですけど、テレビゲームに限らず、パソコン上の映像を録画したりもできるので、検証映像とか撮ったりするのに使うんですよね。ああ、よくこのチャンネルでもやってるわよね。使ってますね。あれ、でもあんたキャプチャーボード持ってなかった？はい、以前動画にも出したんですが、こちらのアバーメディアの AVTC878 プラスというキャプチャーボードを普段使用しています。これも確かジャンクで購入したんだったわよね。ですです。このキャプチャーボード自体すごい良いことはいいんですが、たまに録画がちゃんとできてなくて、撮り直したりそのままなかったことにしたりしてたんですよね。いや、なかったことにするなよ。で、そんな中ある日、ハードオフでこちらのキャプチャーボードを、ジャンクで見つけたので思わず買ってしまったわけなんですね。で、これいくらで買ってきたの？はい、こちらのキャプチャーボード、新品でもまだ1万2000円ぐらいするんですが、ハードオフのジャンクでなんと、4400円で購入してきました。え、4400円。かなり安くないですか？安いけどさ、このジャンク理由、HDMI インが不調で音と映像がノイズしか入らないです。ってやばそうな匂いしかしないんだけど。まあ確かにそうですね。まあでもこれ動けばかなりラッキージャンクかなと思って、購入してきました。動けば？ね。ではまずはこのキャプチャーボードのスペック等をご紹介していきたいと思います。シュララ。こちらのキャプチャーボードは、パソコンなしで 1080×60p の高画質録画、ゲームのプレイ動画をフル HD で簡単保存、を大々的にアピールしている商品となります。発売当初は1万8000円もしたんですね。ちなみにこちらが発売されたのは2016年になるので、今から5年前の商品になるんですが、それでもまだ新品1万2000円もするってすごいですよね。録画も 1080×60p の最大 36Mbps まで選択できるので、かなり綺麗な映像が撮れるキャプチャーボードとなります。こちらのホームページを見ながらご紹介しているんですが、やはりこのキャプチャーボードのベースは、テレビゲーム機の映像、音声をパソコンに出すための機器としてがメインなんですね。なるほど、確かにテレビゲームだと、テレビに直接映像を送ってるから、今や流行りの配信をしたいとか録画がしたいとかするのには便利そうね。ですです。さらにこのキャプチャーボード内で、動画を分割したり結合したりとかもできるみたいですね。意外とすごいわね。記録も SD カードに保存ができるので、割とたくさんのデータを収集することが可能となります。また撮った映像を iPhone とかで見ることも可能みたいです。スマホで見ても、きっと一人反省会ですね。あとこれいいなと思ったんですが、外付けハードディスクをつなげれば、そこに映像を記録することもできるみたいです。ああ、確かに SD カードよりも大容量に入るのはいいわね。それでは実際に起動をさせて、ノイズが入るのか見ていきたいと思います。電源をつないで、コンセントを挿して、HDMI アウトにケーブルを挿して、まずはこの状態で電源をつけてみたいと思います。スイッチオン。なんでインは挿さないの？とりあえずこの状態で動くか確認です。お、とりあえず画面がつきましたね。こちらが正面からの映像となります。HDMI インにケーブルを挿してないので、映像としてのデータは飛んできてませんが、この状態であれば特に映像が乱れたりとかはなさそうですね。まあジャンク理由が HDMI インからの映像と音が乱れるだったからね。では実際に HDMI インにもケーブルを挿してみましょう。さて乱れるのかな？お、映像が出てきましたね。どれどれノイズは？あれ？これノイズあるの？パッと見はなさそうな感じですね。
もしかしたら YouTube の映像とか、録画とかしたらノイズが乗るかもしれませんね。とりあえず自分の動画を再生してみました。この状態だとノイズはなさそう。上面右下の赤い丸ボタンを押すと録画が開始されます。録画が開始されると画面上に録画状態と、電源ボタンが点滅するようになって録画状態を教えてくれます。ところでノイズは？実際にこの時録画した映像も見てみましょう。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。あ、この BGM なんか懐かしい感じがするわね。特に映像と音にノイズはなさそうだけど、なんでこんなに小さいの？なんでかなと思って設定画面を開いてみたんですが、なんと、SD 画質設定になってたんですね。SD 画質ってめちゃめちゃ低いんじゃない？そうですね、SD 画質は、アナログテレビの標準画質なので、画素数では 720×480 になりますね。ではフル HD 設定にしてもう一度やってみましょう。シュラララ。GTX1650、買います。このままだとわかりにくくなるので小さくしました。音も映像も全然問題なさそうじゃない。ですね。一体ノイズとは何だったのか。ちなみにゲーム配信での映像とかも録画してみたんですが。全然問題なさそうですね。いや全然普通に使えちゃうじゃん。ですね。せっかくなので設定画面でも見てみましょうか。こちらはプリレック機能と呼ばれる、録画開始ボタンを押してから数秒遡って録画を開始してくれる機能です。こちらは予約記録をすることができるみたいです。予約記録ってどうやって使うんだろ？決まった日、決まった時間に配信するとか決まってる場合は使うんですかね。あとはシステムメニューで、パススルー設定や、その他細かい設定ができるみたいです。その他細かい設定って、あ、ちなみに日付設定が、2016年1月になっていたので、どこかで内部的にリセット自体はされていたみたいですね。2016年か。あの頃は、シュラミちゃんも可愛かったな。今でも可愛いでしょ。ということで今回は、ノイズだらけのジャンクのキャプチャーボードの予定でしたが、ラッキージャンクなキャプチャーボードのご紹介となりました。いやこれ4000円で購入できたからかなりラッキーな気がするわね。ですね。購入するときは分解とか修理しなきゃなと思ってたんですが、まさかまさかでした。今後は今までのキャプチャーボードも併用しながら、こちらのキャプチャーボードも活用していこうかなと思っています。まあいろいろ活用方法はありそうだしね。ですね。ということで、こんなラッキージャンクチャンネルですが、ぜひ評価、チャンネル登録もご検討いただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またね。